村田町で開かれた夢教室で講師を務めたのは、兵庫県出身のプロライダー黒山健一選手です。黒山選手は険しいコースを走破するオートバイの競技トライアルの世界選手権で5回の優勝経験があります。今日は村田第一中学校の2年生50人を前にデモンストレーションを行ってプロの技を披露し、目標を持って努力することで夢を叶えられると訴えました。生徒たちはその迫力に圧倒された様子でした。いつも見れないバイクの乗り方や将来のことを教えてもらってとても勉強になりました。継続が苦手なので、こういうので活かして勉強なども継続して医者になれるように頑張りたいです。夢を持つ、目標を持つっていうのは非常に重要なことなんで、叶う叶わないではなくて、まずは向かって一歩ずつそれに歩んでほしいっていう気持ちが一番にありますんで。この夢教室は子どもたちに将来の夢や目標を持ってもらおうと、町などが町内の小中学生を対象に3年前から開いています。